子育てリアリティショーマザーズカレッジ。おしゃれで今どきなママは子育てにも敏感。 YouTube メディアを通してリアルで役立つ子育て情報をお届け発信する、新しい形の子育てリアリティショーを対談形式でお届けしていきます。この番組はママたちのとっておきをすべて見せちゃう今どきのママの子育てリアリティショーをお届けしていきます。番組内でお伝えする情報はあくまでも個人的な主観でお伝えしてまいりますので、子育てのご参考になされる際などは番組の出演者や番組に責任は負えませんので、ご自身のご判断のもとご参考までにお願いいたします。本日のテーマは海外留学編です。はい、前回に続いて、お受験編からの海外留学編ということでお二人にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速本題に突入したいと思うんですけど、前回その小学校お受験を突破されて、それぞれ今から通われます香菜子さんと、小学校受験突破したけどもインターナショナルスクールを選ばれた舞子さんの育てをお聞かせいただいて、またそこから国際的な方向に視野が向けられていった何かきっかけとかはあったんですか？兄弟が幼稚園がインターナショナルスクールに通っていたのがあったので。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。だからグローバルな生き方を、はい、考え方をしてほしいと思ったので長男が、地元の小学校に行くことになったので、はい、どうしてもその英語の授業だったりとかも含めて、今年の夏にスイスにある、はい、2週間ボーディングスクールにちょっと行かせてあげようかなと思って、サマースクールみたいな形で、コロナ禍で私も一緒に行きたかったんですけど、同行が難しいので、はいはい、今ちょうど多分その話を聞かせていただいたときも、昨日もよくインターに、幼稚園もインターに行ってて、同じ幼稚園から高校から上がってインターに行かせてもらったんですけど、なんかそのインターを選んだ理由っていうのは、なんかやっぱり一貫校ってなると、なんか初めの入学の初めそれこそ受験の時とかはすごい躍起になるけど、それ以降結構親の手放しというか、学校にお任せしたいから大丈夫、やっぱり難易度がインターの危うさというか、なんかそれもなんか私の性格にも合ってる気がして、なんか常に子供もそうだけど、結構子育てって子供よりも親が学ばせてもらうというか、なんか子供を見ながら成長するのが親の方だったりするところで、なんかインターにこう選んだんですけど、じゃあインター選んでから、じゃ次どうするのってなった時に、中学から出るのか、じゃあ高校から出るのか。いろいろなことを考えたときに、ちょっと夏、そのキャンプ、行かしてみようかなと思って、